吉田さん、億万長者合唱をご覧の皆様、このシリーズも長くなりました。といってもまだまだ1万本に向けての通過点でしかないですね。今回ですね、吉田さんがいろいろとお話してくださった中で、2点ちょっと挙げさせていただこうかなと思います。1つはですね、直近の48時間の動画再生時間が4000時間ですか。これすごいですよね。YouTube の収益化の条件の1つが、なんかチャンネル登録が1000人っていうのがありますよね。もう1つが4000時間の再生時間が必要だっていうことなんですよ。これだから吉田さんとか2日で行っちゃうわけですよね。だから継続することと、やっぱりね、少ない再生数でもたくさん作ること、これに特化すれば十分それが資産になっていくってことなんですよね。でまさに動画って資産なんですよ。で私は最近 DVD とかブルーレイのソフトウェアを買うことがあるんですよ。 DVD を買ってみたりとかね、大草原の小さな海を見たりとか、宇宙船がヤマトのね DVD 買ったりするんですけども、あれなんてのも映像資産ですよね。 YouTube の資産と全く同じなわけですよ。で私たちはそれができるんで、やらない手はないかなと思いますよね。すごいですね、やっぱり吉田さんの、やっぱ先見の明といいますか、吉田さんの発想があるからこそ私もやってるようなもんですよ。本当にありがとうございますということです。でもう一つなんですけども、店舗ビジネスですよね。店舗ビジネス、私もね、店舗を営業していて、最後の1店舗って麻雀店だったんですけども、ランニングコスト285万毎月かかるんですよ。最低ランニングコストが、人件費とか家賃とか込みでね。で毎月の売り上げが150万。ほんとバカですよね。商売じゃないんですよ、もう。で、私がね、究極社員に言ったのは、もう店は営業しないと。みんなに20万ずつあげるから出勤もしないでって言ったんですよ。そっちの方が私も安上がりなんですよ。どうですか、これは。本当にね、それはすごく嫌味な言い方になっちゃったんで、今ではね、良くなかったかなと思いますけども、本当に経営者の気持ちとしては、従業員を雇うのも大変。募集するのにもお金がかかると。辞めていただくのもお金がかかるんですよ。だからね、ガナリさんは次のステージ行けるぜって言いましたけども、私はね、現代の人の雇い方として、この動画のちょっとまとめになりますけども、現代の人の雇い方としてこういうものを推奨したいと思います。私の経験から言うと、社長になって人を雇うとね、人に仕事で必要なスキルとかマナーとかね、人間関係ってものを教えなければなりません。スキルをやっぱり教えていくわけなんですよ。プラス給料も払うんですよ。もうだから上げっぱなしです。そうじゃないです。新しい事業の形、ガナリさんが言う人を雇ったら次のステージに行けるっていうのは、私なりに解釈すると速化塾でありドリームアカデミアです。要するに、みんなにはスキルを上げると、いろんな一般論とかも教えてあげると、だからお金ちょうだいって感じです。ですからこれからのね、社員の形っていうのは、言い方は塾生みたいに変わると思うんです。どっかの組織に属したいと思うんだったら、会社みたいなところに就職したいと思うんだったら、毎月毎月社員がお金をもらうんじゃなくて、お金を社長に払うという形ですよね。そしていろんなものを学んでいくっていうもので、バーターになるわけですよ。お金を払ってスキルをもらうみたいなね。で、会社の看板、ドリームアカデミアの看板、速化塾の看板で人間関係ももらうみたいなね。まさに私たちそれやってるじゃないですか。だから堂々とお金もらっていいわけなんですよ。で、会社の今までの形っていうのは、これをやりながら、ドリームアカデミアみたいなことをやりながら、速化塾みたいなことをやりながら、社長がみんなにお金払ってるんですよ。だから何もしなくても、スキルアップしなくてもお金もらうんだから、積極的にスキルアップしようなんて思わないですよね。だからね、これからはそういう風になると思いますよ。全ての株式会社、一定のレベルの事業ってものは、参加した人が代表にお金を払って、そこで生まれた利回りとかね、人脈とか経験とか学識知識ってものを、社長が分かりやすく噛み砕いて社員に教えていくって形。社員がお金を払って、社長がお金を受け取る、その会社がこれから言うまともな会社になると私は思いますけども、皆さんいかがでしょうか。だからですね、ビジネスを始めないと、もうこの枠組みの中の、お金をもらってみんなにスキルを教える方なのか、それともお金を払ってスキルをいただく方なのかっていう、新しい時代の組織の作り方にはもうついていけないですよ。絶対ビジネスを始めていきましょう。で、最近なんですけども、C のキャサル君は7日間で10万円の売り上げを作りました。合宿ってものを売ったらしいんですよね。それは私が言う通りにやった結果なんですよ。どんなことを言ったかっていうと、商品を持ちなさい、セールスをしなさい、この2つです。非常に単純でしょ。お金を稼いでない人って、動画を見るんだけども商品作ってないんですよ。商品作っていても人にセールスしてないんですよ。それこそ会うたんびに、この人に何が売れるかなって考えていく。そして会話の一番最後に、これ3万円なんだけどどうって、それを口癖にしていかないといけないんですよ。だって商品を売らないビジネスマンっていますかね。その人はもうすでにビジネスマンじゃないんですよ。だからビジネスやめた方がいいです。そんなセールスができないんだったら、セールスをして人に嫌われたりとか避けられちゃうのは、あなたの人格に問題があるんですよ。
セールスをして、あ、自分にも売ってくれたんだ、よかった、買えないけども嬉しいなっていうふうに思われるような人間にならないとビジネスはできません。以上です。